新居浜市栄町にある赤金ミュージアムで17日、小学生を対象とした火起こし体験が行われました。赤金ミュージアムで14日から17日までの4日間行われていた親子で楽しむ戦国郷土史天正の陣と戦国四国物語展。その一環として最終日の17日に小学生を対象にした火起こし体験が行われました。今回火起こし体験に参加したのは小学校3年生以下の児童27人。講師を務めた新居浜郷土史団会会長の吉本博文さんは次のように話しました。昔の人が縄文時代、弥生時代ね、それ以来いろいろ工夫をして、そして今日のような時代に至ったから、その昔の人の知恵をですね、学んでほしいと思います。吉本さんからの説明を受けた後、子どもたちは赤金ミュージアムの屋外ステージに移動。はじめに火打ち石を使った火起こしを体験しました。火打ち石に火打ち金を強く打ちつけ火花を起こします。子どもたちはすぐにコツをつかみ、燃えやすい燃料の北地に火花を飛ばして煙を立たせていました。次に前切りを使った火起こしを体験。引き棒の周りに紐を絡ませ、腕木を上下させることで引き棒を回転させます。引き棒を回転させることが難しく、子どもたちは苦戦しながらも火起こし体験を楽しんでいました。難しかったけど、でも火種とかついてとても楽しかったです。この道具使って火を起こすところで、最後ギリギリに時間が足りなくて煙が出てたけど火がつかなかったので、ちょっと悲しかったです。また絶対いつかやってみたいです。